を見るときは部屋を明るくして近づきすぎないようにしましょう。兵藤健三でした。風が教えてくれた未来の行方はこの手の中に。反射神経はまずまずだな。お前は俺か。俺はゾルダーってもんだ。私のかつての上司だ。今はカードバトルの教官を務めてもらっている。教官？たく、うじうじしやがって。馬神団、てめえのことは俺が徹底的に叩き直してやる。楽しみにしてな。駆け上がれ太陽神竜ライジングアポロドラゴン。なるほど。さーて、隅から隅までメカッと整備しまくっちゃうぞ。あーあー。人類が勝利するために長官も切り札を出してきたわね。切り札？見てればわかるわよ、ウィンドウ君。兵藤です。馬神団か。魔族の女王は人類の敵だって言ってたけど、どう思う？俺はかっこいいと思うぜ。人類のために戦ってくれてるんだからな。しかし、裏切り者は過去に送り返せという要請が各地から続々本部に届いている。裏切り者、うん、うわ。バトルするぞ。何？バトルだ。同じことを二度言わせるな。何なの？この暑苦しい男。火山長官。ゾルダー教官は俺が就任する前、この人類軍の長官だった方だ。そして今は魔族に対抗できるカードバトラーを育成する養成所の教官よ。何のためのバトルだ？太陽神竜ライジングアポロドラゴン。強力なカードのお出ましだね。太陽神竜ライジングアポロドラゴン。カードバトラーならこのカードを目の前にしてじっとしていられるはずがねえ。お前がこのカードを使いこなせる器かどうか俺が見極めてやる。ダン、デッキに入れろ。ゲートオープン、開放。さっさと始めろ。スタートステップ、ドローステップ、メインステップ。オルゲザウルスを召喚。
ターンエンド。盛り上がんねえな。なんだその顔は。スタートステップ、ドローステップ、メインステップ、鬼人ドロイデンを召喚。ターンエンド。ドローステップ、メインステップ、グレイドラをレベル3で召喚。続けてモルゲザウルスをレベル2にアップ。ターンエンド。いつものダン君じゃありませんね。なんだその気の抜けたバトルは。お前をこの時代に呼んだ俺の顔に泥を塗る気か。何？メインステップ、マッハジーを召喚。続けてネクサス、賢者の木の実を配置。ターンエンド。どういう意味だ、この時代に俺を呼んだ。そうだ、この俺だ。え、ダンを呼べと言ったのは火山長官じゃないんですか。いや、私はゾルダー教官に言われ君に指示を出したんだ。至急激突王馬神ダンを呼べとな。そうだったんですか。僕はてっきり火山長官の意思だと。どうしてあの人ダンのことを知ってたの。ダン君は異界王を破ったカードバトラーとして有名ですからね。いや、それだけじゃない。え、何なんだこの男。バトルに集中しろ。ドローステップ、メインステップ、グレイドラをレベル1にダウン。続いてモルゲザウルスをもう1体レベル2で召喚。アタックステップ、いけモルゲザウルス。やっと動き出した、ライフで受けてやろう。賢者の木の実の効果、相手のスピリットによって自分のライフを減らされた時、ボイドからコア1個を自分のリザーブに置く。さらにもう1体のモルゲザウルスでアタック。それもライフで受けてやる。同じく賢者の木の実の効果、ボイドからコア1個がリザーブに置かれる。かつて激突王と呼ばれていたお前の力はこの程度か。こんなバトルじゃ燃えねえんだよ。ターンエンド。なぜ俺をこの時代に呼んだ。お前は何者だ。俺か。俺は人類最強のカードバトラーだ。人類最強。人類最強って自分でそういうこと言う。僕は嫌いじゃないよ。メインステップ、ネクサス、賢者の木の実を新たに配置。続けてキューナスワンを召喚。さらにそびえよ、美しき鋼の城、鉄器王イグドラシル召喚。イグドラシルの召喚時効果、BP3000 以下のスピリットを全て手札に戻す。キグナスワン、そして鬼人ドロイデンを再び召喚する。ターンエンド。フィールドの守りを固めてきた。かつて俺は人類軍の長官であり、魔族相手のバトルに明け暮れていた。連戦連勝、まさに最強のカードバトラーとして俺にかなう敵などはいなかった。俺の名前を聞いただけで尻尾巻いて逃げ出す魔族も大勢いた。そんなに強いなら今だって自分が戦えばいいじゃん。戦え。それなら俺を呼ぶ必要なんかなかっただろう。お前のターンだ。スタートステップ、ドローステップ、メインステップ、グレイドラを再び召喚。続いてイグアバギン、さらにモルゲザウルスを2体召喚。1体をレベル2で。ずらずら並べやがって。そんなもんで俺に勝てるのか。アタックステップ、モルゲザウルスレベル2でアタック。ライフで受けてやろうじゃねえか。
痛くも痒くもない。二つの賢者の木の実の効果により、ボイドからコア2個を自分のリザーブに置く。コアブーストをかけてきてる。なぜ俺がお前を呼んだのか、その問いに答えてやろう。俺がお前をこの時代に呼んだ理由、それは俺がお前の夢を見たからだ。夢？何夢って。さあ、あの人頭の回路が壊れてますね。ドローステップ来るか。メインステップ、マッハジーをレベル2で召喚。続けて敵をイグドラシル転生。緑の力、白の力、溶け合い惜しく奮い立て、終焉の鬼神ラグナロックを召喚。ラグナロックの召喚時効果発動。相手のスピリット全てを疲労させる。さらにイグドラシル転生の効果によりコアが6個増える。ラグナロックレベル3にアップ。鬼神ドロイデンもレベル2にアップ。さらに賢者の木の実をレベル2にアップする。フルアタックか。その通り、アタックステップ。鬼神ドロイデン、お前の力を見せつけてやる。ライフで受ける。